どうも、クワメイです。よろしくお願いします。先週はタイフェスに行ってきました。まあ、動画でもアップしてますんで、そちらを見ていただけたらと思います。で、今日紹介するのは、タイフェスでいろいろ買ってきました。これね、クリスピーフィッシュチップス。ちょっとね、下の方を見ると漢字書いてあるから、ちょっと中国製かなと思うんですけど、いろいろね、タイ語も書かれてる。っていうか、まあ、説明書きは全部タイ語です。まあ、タイのお菓子なんでしょうね。もう漢字書いてあるね、うん。なんか、うん、あんまり読めない、ね。で、次は、ジャックフルーツチップス。はい。これ。なんだっけ。パイナップルと、マンゴーと、ドリアンあったんだね。で、確か。で、そのうちの一個で、あんまり食べたことないジャックフルーツチップス買いました。これね、欲しかったから。で、他には、パクチースープ。ちょっと日本語書いてあるけどね。本当に親切にね、日本の製品でね、本当に。パクチー大好きなんで、こういうね、すごいパクチーの多いものを買いました。で、あと、ビーフンって書いてあります。千屋って書いてありますね。センレックはね、日本の業務スーパーで売ってるんですけど、千屋。まあ、あんまり多分変わんないと思うんですけど、太さがちょっとセンレックより太いかな、みたいな感じです。まあ、ちょっと、茹でてどんな感じなのか、試してみたいと思います。で、これはタイの台所。あ、こっちもね、タイの台所っていうところですね。で、最後。レトルトなんですね。マッサマンカレー。これは何だろう。どこのかわかんない。アライドコーポレーションって書いてあるけど。マッサマンカレーね。これもタイの台所って書いてある。同じところね。マッサマンカレーを買いました。なんだろう。あんまりマッサマンってなんだかちょっとわかんないですけど、ココナッツミルクとスパイスで仕上げた、上品な甘さと濃厚なコクのタイカレーだそうです。マスターマン。うん。ちょっと、チリの表示で、唐辛子の表示で辛さ表してるんでしょうね。2辛です。まあ、とりあえずこれね、温めるだけ、電子レンジチンもできるみたいなんで、今度やってみようかなと思います。で、以上です。今日の動画。はい。クリスピーフィッシュチップス、ジャックフルーツチップス、ビーフン、なんて言うんだろう、ビーフン。タイヌードル。The most, my favorite food is this one, マスマンカレー。Because I love curry, I want to compare with other kind. Actually, I have some Thai.Food ingredient、mm-hmm. とかね。I just wanted to compare with others. Okay, so I'm looking forward to eating、this one.、Mm. So I will show you this one maybe the other time. Okay, thank you for watching.、ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録ね、下の方にあります。Please subscribe me. はい。コメント、グッドボタン、あとなんだろう、お待ちしてます。では、失礼します。Leave me some comments、below. はい。Thank you. バイバイ。ちょ、これね。シンハーキャップ。タイフェスでもらいました。うん。ちょっとね、あんまりかっこよくないね。かぶってたけど。バイバイ。